遠藤、ハーフタイムで交代、それでもイギリス氏が高評価なわけ。ヨーロッパリーググループステージ第2節、リバプール派、ホームでユニオンサンジロワーズに2対0で勝利した、クロップ監督派、後半に向けて遠藤とサラー、ヌニェスを交代させた。これは週末のブライトン戦を見据えての策だったとも見られている。地元紙、リバプールエコー派。おそらく、クロップの決断で最も考えが伺えたのが、ハーフタイムの遠藤の交代だと報じた。日曜派スタメンだろうな、そのための45分交代だろうし。真っ赤も45分、どっちを先発で優先するかは、今までの経緯から明らかだよね。週末のリーグ戦の使われ方が、今日の試合に対するクラブ側の採点ということになるだろう。離脱者出まくりの今がチャンスよ。現地紙でも高評価。やっぱ完全温存だわな。次節は多面濃厚になってきたし、週末の日本人対決祭りと、タケレテコが楽しみなんだ。バッカモーン、メインイベントはタキバーサスイトケイトだろうが。